皆さんこんにちは、夏みかんです。ドラクエ10オフライン初見プレイを進めています。人間め、何の用だ。ガミルゴ様は人間とは話さん。人間よ、今すぐ立ち去るのだ。さもなくば我が剣で。まあ待て、二人とも。人間どもがここに来やがるとは、なかなかいい度胸じゃねえか。一体何しに来やがったんだ。術師ガミルゴとお見受けする。ハジャブネ氏ベルンハルトの息子エルジュ、継承の儀を受けに来た。ああ、お前がエルジュか。ベルンハルトがよくお前の話をしてたぜ。自慢の息子だって言ってな。そうか、継承の儀をやってほしいのか。やらん。なるほどな。フォステールの言う通りだ。人間には力を貸したくないってわけか。だがガミルゴ、僕は急いでいるんだ。継承の儀を行うための条件があるなら、もったいぶらずに早く行ってくれないか。貴様、なんだその態度は。条件ならあるぜ。大事なものを取り返してほしい。だが、お前にできるかな？取り返してほしいもの、それは、我が祖国グレン城だ。グレン城？我が祖国だと？何を言っているんだ？あそこは僕たち人間の城だ！人間め、よくも抜け抜けと。そうだ人間め、人間は嘘つきで泥棒だ。最初に過去の世界のグレン城に行った時に、どうして人間しかいないんだろうって思ったんですよ。エルフの集落でも水を独占してるって話ありましたよね。もしかしてあの城は人間なんかにパパが力を貸すもんか。そこのエルフ、お前もなんで人間と一緒にいるんだ。ガルミ、少し静かにしろ。俺は小僧に話がある。静かにする。小僧、話を戻すぜ。お前は何にも知らねえんだな。やれやれ、人間は汚ねえぜ。都合の悪いことは全部隠しやがる。おい、半人前のハジャブネ氏、お前に教えてやるぜ。俺たちが人間を信用できねえわけをな。あのグレン城はもともとオーガの城だったが、世界の大半が炎に焼かれた時、俺たちは城を解放し、他の種族を受け入れたのさ。そして、皆の協力で何とか生活していた。だが、ある時人間どもが本性を表しやがってな。水の配分に不満を抱いた人間どもは、いきなりグレン城を乗っ取りやがった。そして、他の種族を城から追い出したのさ。バカな、そんなことが。俺たちをこんな辺境に追いやりやがって。自分たちが困ったら協力しろと虫が良すぎるぞ。そう思わねえか。俺は人間に戦を仕掛けるぜ。そしてグレン城をこの手に取り戻す。分かったらとっとと帰んな。待て、ガミルゴ。
今は戦争などしている場合ではない。グレン城をオーガに返還するよう僕が塩童話を説得してみせる。ずいぶん簡単に言うな小僧。僕は本気だ。もう時間がないんだ。面白い。その話に乗ってやる。小僧ごときに何ができるか見せてもらおうじゃないか。お前がグレン城を俺たちに返還できたら、俺も戦をやめよう。継承の義もきっちりやってやるぜ。行こう。待て、お前ら信用できない。そうやって油断させて襲ってくる気だろう。な、何を言う。子供は黙ってろ。子供なんだと。ガルミ、まあこいつの言うことも一理あるわな。そうだそうだ。よしガルミ、お前こいつらについてけ。怪しい動きをしないか見張ってろ。はいパパ。こいつらと。つべこべ抜かすな。お前が言い出したことだ。いいな。小僧、そっちもいいな。見られて困ることは何もない。好きにすればいいさ。なるほど、そういうことだったのか。なんか今パズルのピースがピタッとはまった感じがします。塩童話さんはやっぱり人間にとってはいいリーダーだったけれども、その人間にとってのいい判断っていうのは他の種族を切り捨てるっていうことによって行われた判断だったわけだね。なるほどね。そしてガルミーちゃんめちゃめちゃ可愛いですね。プンスコしてますけどすごい可愛い。そしてエルジュくんの成長を感じました。いや、今までだったら多分そんなのは取るに足らないことだから僕にハジャブネ氏としての継承の儀をしてくれれば解決できるって言い放ったと思うんですよ。でも僕が何とかする、相手の気持ちを考えて行動しようとしてますよね。それもね、胸が熱い。いや、でもね、胸熱なんだけど、でもこう人間の身勝手さみたいなものも感じて、そこは心が痛いね。止まれ。悪いが、この城には人間以外は入れない。はあ？それじゃお前を見張れない。話が違う。入れないというか、人間以外が入ると危険なんだ。どうするかな。ガルミ、これ持って。なんだなんだこれ。人間の手先。エルジュも持って。これはお札。これでエルジュの見聞きしたことがガルミーに見えるし聞こえるの。もちろん私にも。え？あ、本当だ。なんかすごい。エルフすごい。まあ僕に後ろ暗いことはないからな。そっちがいいならそれで構わない。私たちは外で待ってるから。ああ、それでしっかり見張っててくれ。姫屋様すごい、さすがですね。おい新入り、知ってるか、レイダメテスが少しずつ加工してることが分かったんだよ。あー、
ようやく城の皆さんもそれが分かったわけですね。戦になっても受けて立つか、もう人々の考え方が凝り固まってしまってますね。お前は我らを攻める気か。それで助かった人もいるのは分かっているんだが。潮だ。荒野の集落にいる王家たちから聞いた。この城は彼らの城だったんだな。このままでは戦争が始まる。リーダーのガミルゴは王家たちを率いてこの城を奪い返しに来るつもりだ。わざわざそれを伝えに戻ったのか。ご苦労なことだが、あの程度の数の王家など恐るるに足らん。降りかかる火の粉は払うまでだ。バカな、すぐにこの城を王家に返還するんだ。今は種族同士で争っている時ではない。お前が私に説教か。まるでベルンハルトのようなこと。確かにお前の言う通り、私はこのグレン城を武力で奪った。そして水を独占し、人間以外の種族の多くのものを死に至らしめたのも私だ。しかしお前たちに私が責められるか。残された水はわずかだった。あのまま何もせずにいれば共倒れになると分かりきっていたのだ。私は人間を束ねる者として同族を守ることを優先した。理想より大事なものが私にはあったのだ。ふざけるな。大事なものがあるのは誰だって同じだ。もう一度言う。城を返還しろ、潮堂は。ここは僕たち人間の城ではない。父と同じで物の頼み方も知らんのだな。要求があるのならまず頭を下げよ、エルジュ。お前の子供じみた正義感など聞きたくもない。だがそれでも人に何かを頼むのならまずは相応の誠意を見せるのが筋だろう。この場で私に頭を下げ、生涯の服従を誓え。父とは違い、信念のためなら誇りをも捨てられる人間だとこの場で示してみせよう。そんなことできるものか。お前に服従など死んでも誓わない。シオドア様にご報告です。レイダメテスの火口は全く収まる様子がありません。我々の光の防壁もすでに限界かと。なんだと。見たことか。お前の計画じゃ何も解決しない。父さんは間違ってなかったんだ。うぬぼれるな。たとえ継承の儀を終えても、お前のはじゃぶねごときではレイダメテスにたどり着くことすらできん。城の外に来てくれ。あのエルフとオーガも交えて話があるんだ。エルジュ君としては頭下げられないですよね。絶対の服従を誓って頭を下げたら、シオドーアは今からオーガを倒してこいぐらい言いますよね、きっとね。でもシオドーアの正義は他の種族の犠牲のもとに成り立っていて、まあ人間社会そのものですよね。誰かの幸福は誰かの不幸の上に成り立ってるのかもしれないというような。来てくれたか。はあ、はあ、バカかお前。バカだろお前。おい人間、お前は
本当知って自分の王に逆らったな。なんで喧嘩するんだよ。なんで自分の王と喧嘩するんだよ。僕たちのために。で、結局説得できてないし。ああ、悪かったな。でも塩童話を説得するなんてどうせできっこない。僕らだけでレイダーメテスに突入しよう。どうやって？最後の継承の儀は諦めて今の力のまま飛ぶんだ。ランドン山脈の山頂がレイダーメテスの通り道になっていたのを覚えているか？うん、覚えてるよ。メテスに向けてハジャブネを飛ばすんだ。あの高さからなら僕のハジャブネでも届くかもしれない。前に父さんが言っていた、あの炎の中にいる守護者を撃てばレイダーメテスは力を失うはずだと。でも君と旅して分かったんだ、僕は非力でそんな相手を倒せる力なんてない。だから君と、そして姫やガルミ、この通りだ。レイダーメテスに乗り込み、その守護者と戦ってほしい。僕を信じて手を貸してくれ。ああ、塩童話には決して下げなかった頭を今下げてる。ああ、この上こんな無茶なこと。畜生、人間のくせに。なんで、なんで。あなたの計画めちゃくちゃ。でもだからこそやらなくちゃ。私は多分この時のために。一緒に行こう。私最後までこの子の力になりたいの。手を貸してくれるんだな。ありがとう。中にどんな危険が潜んでいるかわからない。でも僕は必ず君を助けに行く。僕は先に行く。ランドン山脈の山頂で待っているからな。いやー、エルジュ君すごいですね。こんなに変わるとは。人は変わるんですね。一番最初はさ、お礼を言うことすら拒否してたエルジュ君がですよ。頭を下げてくれるだなんて、もうびっくりですよ。ねえ。主人公並みの心の成長ですよね。いやーすごいわ。それでは早速ランドン山脈に向かっていきたいと思います。はい、というわけでランドン山脈です。こっから頂上を目指して歩いていきます。結構道のり長いし、モンスターも結構強いけど、エルジュ君大丈夫だったんでしょうか。全然一緒に行ってもいいのにね。先に行ってるって言ってたけど、先に行けなくない？大丈夫？っていう。よしよし。来てくれたか。じきにレイダーメテスがやってくる。それまでここで待とう。みんな、こんな時に話すことでもないけど、少し聞いてくれないか。改めてなんだろう。僕はずっと人に認めてもらいたくて必死だった。その気持ちだけで今まで生きてきたんだ。だから少しでも反対されると我慢できなかった。自分は誰にも必要とされてないんじゃないかとさえ思えた。けど君たちと旅をして少し分かった気がする。本当の誇りとはそんなことで失われるような安っぽいものじゃない。だから僕は、僕にできることをする。父さんの意志を継いで、
世界中で苦しむみんなのために。そっか、だからあの時私たちに頭を下げてくれたんだね。おい人間、本当にこれでいいのか。僕はこれが正しいと思ったんだ。人間もエルフもオーガも関係なく救うには。これじゃ最後まで見届けたくなるじゃんか。人間と他の種族が争いながら別々にレイダメテスに抗うより面白そうな未来でしょ。そうか、各種族がつまらない意地を張り合ったままじゃ未来は。そう、私たち子供が先頭に立って手を取り合うの、それが行き詰まった未来を変える。私が夢で聞いた天の声が言いたかったのは多分こういうこと。分かった。僕一人が謝っても意味はないかもしれないが、すまなかった。レイダメテスの守護者を倒して一緒に未来を作ろう。そのために一緒に来てくれ、頼む。畜生、僕はまだ人間なんか信じない。だけど人間、お前の進む先を見てみたい。みんなで一緒に見に行こう、私たちの未来を。行く。あ、この光は。来たぞ、レイダメテスだ。私一個不安なことがあるんですけど、不完全なはじゃ船で本当に飛べるんでしょうか。まだだ、まだ高い、あと少し。人間もエルフもオーガも救うっていうね、志はめっちゃ熱いんだけど、本当に飛べるのかな。私たち全員墜落とかないよね。でも行くしかないもんね。エルジュ、君を信じるよ、頼む。みんな今だ、早く乗れ。いや、話の展開的にギリギリ届くんだろうなとは思うけれども、でもやっぱドキドキするね。本当にそんなにうまくいくのか。頑張れエルジュ、頑張れ、いけー、あの偽太陽まで。おー、入った。うわー、なんかもう歪んできてるよ。あー、やばい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 。うわー、なんか神殿みたいのが見えてきた。あともうちょっと。あー、エルジュ。みんな、僕も戦うからな。着いた？着いた。やった。待って、旅の扉あるってことは戻れるってこと？え、あ、でもなんか地図にはじゃ船発着点って書いてあるってことは、最悪ここから戻れるってこと？いや、でもさ、戻ったらもう一回飛ばしてもらわなきゃいけないんでしょ？それはかわいそすぎるよね。よし、一発で決めましょう。夏みかんチューブではいろんなゲームをプレイして動画を作っています。2023年3月頃の VTuber 化を目指して頑張っていますので、今回の動画が面白かったら高評価やコメントで、これからも見たいなと思っていただけたらチャンネル登録で応援をよろしくお願いいたします。
本日はご視聴ありがとうございました。